パンニングとは、ステレオやサラウンドなどの多チャンネルオーディオにおいて音像定位を変化させる表現、またはその機能。単に、バンとも呼ぶ。パノラマに由来、パンニングはチャンネル間の音量差によって音像定位を表現する。ステレオフォニックでは左右スピーカー間の空間に音像定位させることができる。 スピーカー間の実在しない空間に仮想音像を感じる現象をファントムと呼び、パンニングはこの現象を利用している。小型ミキサー外観。チャンネルフェーダーの上にある黒色ノブがパンポット。ステレオ入力チャンネルではバルと表記されている。多くのミキシングコンソールにはパンニングの操作機能としてパンポットが備えられている。パンポットは 多くのミキサーで回転ノブの形状をし、フェーダーと合わせて配置される。パンポッドの名称はアナログミキサーでポテンショメーターが使用されることに由来する。古典的なアナログステレオミキサーのパンポッドには、回転軸を共有する2機の対象な抵抗特性カーブを備えたポテンショメーターが組み込まれ、軸の回転位置によって左右の音量差を変化させる。デジタルミキサーでは、 可変抵抗器は使われないが、デジタル信号処理で同様の音響処理を行う。パンポットは、慣習的な名称であり、より一般化して、パンコントロール、パンナーとも呼ばれる。パンポットの抵抗特性カーブにはいくつかの種類があり、この組み合わせの法則を、パンロウと呼ぶ。現代的なパンロウには主に線形特性、平方根カーブ特性、正弦波、予言波ペアの特性がある。 線形特性のパンロウには、中央定位で約、約マイナス 6dB の減衰があり、定位に関わらず、和信号レベルが一定な特徴がある。平方根カーブ及び制限波、予言波ペアのパンロウには、中央定位で約、約マイナス 3dB の減衰があり、定位に関わらず電力が一定な特徴がある。いずれも、理論上,上一長一短の性質を持つが、マイナス 6dB タイプは、 モノラル互換性が高く放送に適し、マイナス 3DB タイプは他の一般用途に適するとされる。中央をとって中央定位でマイナス 4.5DB 減衰の特性を持つパンローも存在する。競技にはモノラル入力に定位を与える機能をパンポットと呼び、ステレオなど多チャンネル入力の定位を調整する機能はバランスコントロールと呼ぶ。通常のパンポットは、 ミキサーの信号フローにおいて、モノラル入力を多チャンネルに分配して音量差を与える。一方、バランスコントロールは元のチャンネル構成のまま音量差を与える。つまり、バランスコントロールは音量差を与えるのみで、左チャンネルのみに存在する音を右チャンネルに持ってくるようなことはしない。パンローの点においても、抵抗特性カーブの中央以上を平坦化した。 特殊な線形特性が使われることがある。自動的に繰り返し左右にパンニングする音響効果をオートパンと呼ぶ。音像転移が目まぐるしくあるいはゆっくり左右に触れ、ヘッドホンでは頭の周りを回転するような強い効果が得られる。専用のエフェクターのほか、ミキシングコンソールのオートメーションなどで用いられる効果。ロータリースピーカーと類似した音響効果が得られるが、 ドップラー効果などの複雑な効果は伴わない。アーニーライダウトツールズフォーミキシングレベルズパニングプロペラヘッドソフトウェア2013年8月3日閲覧クレイグ・アンダートンパニングローズリビールドハーモニー・セントラル2013年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年3月24日閲覧ヒューロブ・ジョーンズ ホワットイズパニングロー。サウンドオンサウンド。2013年8月3日閲覧。プロオーディオレファレンス。ラネコーポレーション。2013年8月3日閲覧。ありがとうございます。